はい、皆さんこんばんは。ご本家高中さんの11月の武道館も発表されて、皆さんご予約に盛り上がっているかと思いますけども、この盛り上がりの雰囲気に便乗して、いよいよ我々トロピックラブワーズも大阪のライブが再来週と迫ってまいりました。そして明日はリハーサルです。そんなわけで、日替わりで少しずつ機材のことなどアップしていこうと思っております。まずはこの SG ですね。これが僕のメインの、ディープパープル2000、81年に600本、600本、今ピョンって言ってないですよね。作られた限定の2000です。まあ、と限定の2000といって、他の2000と全く作りは変わりはなく、色が違うだけです。僕が育った愛知県豊橋ではですね、当時ブルーの2000が作られた情報もなく、レッドサンバーストとブラウンサンバーストしか以外の SG って見たことがなくてですね。で、僕が高校2年生の時にショーウィンドウにいきなりこれが入荷して、1本だけ、しかも、毎日学校帰りにそれを眺めては帰りましたけども。確か1、2週間ぐらいで売れてしまいましたね。すごいショックで、この紫の色がすごく印象に残ってます。で、4年前にトロピクラブワーズ結成した時にですね、やっぱり SG を当時持ってなくて、SG1 本ないとやっぱりかっこつかんなと思って、いろいろ物色してたんですけども、これをたまたまネットで楽器店のネットショップで見つけてですね、すぐ連絡をして、神奈川でしたけども、神奈川まで行って試奏をして決めて入手しました。購入してから、ジャックを交換してます。ヤマハ SG のジャックって中がプラスチックにできてる部分があって、すごく脆いです。実は泣きどころっていうのはそういうことで。あとは他の SG と比べて、悪く言うと前に出ない、よく言うと角が取れてる音なんですよ、どの SG よりも。で、いつもお世話になっているリペアマンさんに無理を言って、リアとフロントのピックアップをリアで音比べをして、で、フロントのピックアップをリアにつけた時の音の方が良かったんで、リアとフロントを交換してます。差し替えてます。また同じピックアップですよ。この当時作られた日付も入っております。さあ、では、アンプはもちろん当日使う MK2B です。メサブギ、クリーントーンの音です。今ミドルです。これ MXR のダイナコンプデラックスという去年新しく導入したコンプレッサー、トーンコントロールがついてて、トーンコントロールがついてるので、今確かね、トーンコントロールは12時ぐらいですに上げてて、アナログエコー的なショートディレイを軽く今乗せてます。フロントピックアップ、あ、艶のあるなかなかいい音だと思います。まあ、リアでクリントーンはあまり使わないので、これで今このブギートレブル10で、ベースは1ちょい下です。さあ、ディストーション、ブギーのリードチャンネルで歪ませた音で弾いてみます。はい、こんな音。
ブギのアンプ、まあ他のアンプもそうですけど、特にこのブギのリードチャンネルの音って、今こうやって iPhone で今撮ってますけども、角度で微妙に変わります。で、何か所か試して、多分この角度が一番忠実な音に取れる音だったのでしてみましたけども、どうですか？懐かしい音というか。さあ、で次はもう一台、当日使うメインのもう一本の SG を紹介します。はい、 MT です。皆さん、一本は一家に一本みたいな感じでお持ちの方いらっしゃると思いますけども、この MT はですね、後半のモデルだと聞いております。そしてこれもやっぱりダブルホワイツのニュー OPG-1 ピックアップが本来ついておりますけども、ニュー OPG-1 ピックアップってオリジナルの OPG-1 と違う点が、ベースプレート、ピックアップを支えてるこのプレートがですね、オリジナルの OPG-1 っていうのはブラスでできてるんですけども、この86年に全ての SG ってスピネックス3000に使われてた新たなピックアップに全部モデルチェンジしちゃって、90年ぐらいなんですか、こういう復刻リバイバルモデルが出た時にニュー OPG-1 というのをまた再生産するんですが、ベースプレートがスピネックスの時と同じ、ブラスより硬い材料のプレートで作られていて、そのために音がねちょっと硬いんですね。でマグネットが何を使ってるか分かんないんですが、誰から聞いてもゲインが高い、トレブリーでハイゲインっていうところで、ちょっとその音が悪いのではなく、例えばそのピックアップでブギで音作りすればそれはそれでいいんですけども、やっぱりライブをするにあたってサブギターって必要なので、その際にサブとメインが、そのピックアップがあまりにもそれで音質違うとバランスが取れないので、そういうことでこの MT はやはり82年までの、これ多分79年か80年だったと思うんですけども、 OPG-1 を乗っけてます。さあ、先ほどの僕のディープパープルと微妙に違うので聞いてみてください。こちらの方がこれはピックアップのことにもやっぱりボディが関わってると思って思うんですけども、やっぱり音が若いで、僕には若く聞こえます。若いっていうのはなんかこう、なんとなくアコースティック的な響きがあったり、やっぱり音が少し明るめだったり、ちょっと固めだったり、今出力はむしろパープルの方が上げてるんですよ、若干ですけども。で、歪ませるとこちらの方が若干歪みも出力は下げてるんですが、聴感上はこっちの方が少し派手に聞こえるというか、歪んでるようにも聞こえます。それでは歪んだ音を聞いてみてください。さっきはパープルで弾いた時は久しぶりに弾いたんでちょっと間違えましたけども、音の違いお分かりでしょうか。まあ微妙なんですけどもね、この微妙な音質差っていざバンドでアンサンブルで音量アンプを大きく上げるとこれまた変わるもんなんですね。で、先ほども申しましたけども、出力はこちらの方が下げてますけども、大きな音量出すとこちらの方が
フィードバックやハウリングがちょっとしやすいんですよ。あの理由はわからないんですけども、本番はそういうバランスを取ることも重要で、ただし今回はですね、一つのライブでこれとこれをあの特会引っかいはしないので、あの今大阪と東京とそれぞれどっちがどっちで使うか今迷っております。はい、今日はそんな感じで SG の紹介でした。8月22日そして8月22日梅田オールウェイズ、そして9月4日が六本木のクラップスです。よろしくお願いします。